マウロ・ベルージは、イタリア出身の元同国代表の元サッカー選手。シエーナ県ボンコンベント出身。ベルージのキャリアは、インテル・ミラノから始まり、1969年8月31日の、コッパ・イタリアでデビューした。インテルでの5年間で、セリエ A で90試合に出場し、すべてのシニア大会で137試合に出場した。その後は、ボローニャ FC。 SSC ナポリ、ピストイエーゼと渡り歩いた1972年から1979年までイタリア代表として32試合に出場。1978年の FIFA フフワールドカップでは5試合に出場し、イタリアは4位入賞を果たした。イタリア代表としての最後の試合は1979年11月17日のウーディネでのスイス戦だった。 1980年の UEFA 欧州選手権でも代表に加わっていたが、試合出場の機会はなかった。81年に引退。翌82年までピストイエーゼの助監督を務め、その後はテレビ解説者となった。2020年11月4日に、新型コロナウイルス感染症に感染し入院。数週間の闘病生活の中で容体が悪化したため、 両足の切断を余儀なくされた。その後も容体が回復することなく、2021年2月20日、71歳の誕生日を迎えてから13日後に死去した。ありがとうございます。